八幡神社は、広島県三好市は地町に鎮座する神社。鎮座地は、国県側を北西に見下ろす大地の先端部に位置し、地名を冠して、わ八万神社とも呼ばれる。本田明の命ほか十一柱を祀る。原版通史によれば、鎌倉時代の上限年間に、八村の古城山城城主、広沢与蔵実方が、 鎌倉鶴岡八幡宮より誕生したと伝わるという。実方は平安時代末の富士都合戦における功績により、研究3年7月にビンゴ国三谷軍の中、十二郷を与えられて、所領としたというが、そこには町村は含まれていなかったと見られるので、実際には実方の孫の字村かその一期実情の時代に誕生されたものと思われる。ちなみに、 実情は、父実村の所領を兄である佐熱燕と、中文して和知省を漁したことから、和知氏を称し、また、権限元,元年に、秋国五福島神社をもう出た五覚祭二条は、その期路、同年末に、実情の館に帰国したが、その後兄、佐熱燕の館に移ったことが原因で、実情兄弟が、あわや合戦という事態となり、 彼女の知人で両人のおじにあたる広沢氏の総領、行実の仲裁で事なきを得ている。実情の子孫は和知氏、佐熱賀の子孫は江田氏を称して、貧乏の国衆となった。鎮座地は当初あざ大峠であったか、その後あざ森重に移され、さらに現在地に遷座したといい、国金川対岸の山際にあった、金剛院が別当時であったという、明治十三年に、 町村内の牛虎、門田、稲尾、白鳥、神宮、太平神社等を合詞している。秋祭り毎年9月に秋、祭りがあり、神楽、狂言、少年による太鼓体が奉納され、大荒れで神社本殿と奥者との間を往復するみこし巡行も行われる。狂言は、地元の勇士によって興行される素人芝居で、 明治末頃には役者がセリフを忘れることが多々あり、その都度初めからやり直したために、物事を中途からやり直すことを、わちの狂言と呼ぶ三次盆地一帯の続言が生じた。また、太古隊は国県側にかかる神儀教の傍らで隊列を整え、旧坂を上り神社に向かう習いである。ありがとうございます。